第1試合、OSC 所属の勝間選手、見事な一本勝ち、おめでとうございます。結構打撃でも、いきそうかなと思ったんですけど、寝技になりました。どういう展開見てましたか？いや、打撃メインっていうのはなんかなんとなく分かってたんで、でも、組まれたら組もうかなと思ったんですけど、思ったより距離近くなっちゃったんで、もうテイクダウン行けそうやったらテイクダウン行って、で、まあ、今回のテーマが一本勝ちしようと思ったんで、ちゃんとできたんで良かったです。ありがとうございます。いや、見事な一本勝ち、おめでとうございます。ありがとうございます。また頑張ってください。はい、お願いします。ストロー級5分2ラウンド、見事判定勝利収めました。川添大輝選手に来ていただきました。おめでとうございます。なかなか苦しい試合だったと思います。どうでしたか？結構組む力強くて疲れました。最後はもう一歩で一本取れそうだったんですけど、気持ちがすごいです。最後もうとりあえず抑えとったらいいやろちょっと弱い気持ちが。なるほど。次は一本かKOで、はい、また期待します。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。第3試合、バンタム級5ラウンド、5分2ラウンド、俊介選手 OSC から来ていただきました。見事なパンダアウト、おめでとうございます。ありがとうございます。1ラウンド2ラウンド、結構粘られましたけど、どうでしたか？いや、1ラウンドで決めるやつはどこあったんですけど、決めれなかったのでちょっと完成かなと思って。しかし2ラウンドではもうバッチリ、じゃなくてKOで決めるよかったです。おめでとうございます。また次の試合も頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。第4試合、バンタム級5分2ラウンド、見事勝利を収めました清田選手 OSC から、おめでとうございます。ありがとうございます。途中アクシデントで途中判定ということでなりましたけれども、どうですか？ちょっとね、相手に申し訳ないのスキーしない勝ち方になってしまったので、なんでちょっと次から気をつけて、また次も飲んでもらえるようこれから頑張って練習していきたいと思います。しかしながら、はい、内容は完勝に近いと思います。ありがとうございます。はい、またこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。第5試合、ライト級5分2ラウンド、キンコンカンコンケンチャンマン選手 UBF、見事判定勝利、おめでとうございます。イエーイ。天草すんばさん、あと竹原さん、 UBF の皆さん勝たせてくれてありがとうございました。あとパレスさん、テーマだったキックボクサーのカイトさん、僕ありがとうございます。カイトさんからも打撃を教えてもらってとってもできるようになりました。これからもよろしくお願いします。また頑張ってください。はい、イエーイ。フェザー級王座次期決定者トーナメント準決勝で見事勝利を収めました、マルコス新海選手、来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。もっと頑張ります。はい、今日の試合どうでしたか？今日相手がめっちゃ打撃が強いので、でもジムでよく練習してます。もうもちろん準備しました。次は決勝戦、ベルトがかかった一戦になります。一緒にいます。はい、めっちゃ頑張ります。これから朝と夜練習します。朝と夜、おーす、頑張ってください。頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。本日のメインイベント、ベルタ級5分2ラウンド、ハーベストアレクセイ・テルロ選手、見事勝利です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の試合はどうでしたか？Como foi a luta hoje? Foi uma luta muito dura, mas eu treinei bastante, graças ao meu treinador Nakamura, meus parceiros de treino, meu irmão Irving, e a Deus e a minha família que me apoiou, e tô aqui. E é só o começo. É só o começo. Que o cara de Taihenshi aí de adversário強いです。ありがとうございます。皆さんありがとう。からで神様で、神様、次が家族、次がトレーナー、トレーナーで、あとみんな、皆さんでジムで、ありがとうございます。これからも頑張ってください。よし、ありがとうございます。はい、今度ベルト欲しいね。ベルト、あ、またイエイイエイイエイ。まだ今初めて、あ、オッケー。これからまだ練習
もっと練習、もっと練習頑張ります。オーケー、ナイスファイト。ハードベスト、ワールドベスト。イエー。先生。チームハーベストのジュンディ・クレーム選手、ありがとうございます。